まあこれこうやって書いてありますけど、これね、これ一回このご紹介したことあると思うんですけど、どうですか、ないですか。じゃあ、まあ、ポイントはここです。ファンニアン、ファンニアンって紅葉ってところですね、光のような。なぜこう書いたかというと、私がこれになったっていうことがあれなんですよね、話なんです。これ政府のこの一つの組織ですよ、長がついてるんですから。大体何の話か分かりますよね、これ見たら、これ見たら、ね、お金を投資するの。いや、私は しないですよ投資できる人を探してほしいということですよ ね、はい、でそれに私今回なったんですよね、もう完璧に私は韓国の回し者になったので で、まあ、ここは、まあ、どういうところかというと、まあ、簡単な地図を書くと、これ、韓国のあれ、ここがソウルだったら、ここがプサン、クァンヤンというのはここなんですよね、ちょうど慶尚道と善羅道の境のところのとこなんですよ。うちの家内はこちらの方の地方の出身ですから、善羅道ね、善羅道、ハングルとチョルダ道ですね、チョルダ道に、ここにファンヤン島があります。大体位置的に分かりましたね、位置的には。まあ、大体でこの南の方の大体中間あたりにあるということですよね。中間にちょっと西側にあるところにファンヤンとなって、ここには何があるかというと、ここにはこれがあります。これ何でしょう、ポスコって何ですか、聞いたことないですかね、聞いたことない、パスコ、パスコになるけど、パンですか、パスコってパンじゃなかったっけ、パスコってあるよね、ポスコってあれかというと、あれですね、この1965年の日韓基本条約で日本からお金をもらって、この作った製鉄所です、韓国の、ね、最初ポハンってところにあったので、ピーなんですね、ポハン、まあ、これは、東側の方の地方にあります、ポハン。ポスコって結構有名な大きな企業ですよ、韓国でね。で、それの工場がここにファンヤンにあるんですね。で、今2つありますけども、ポファンよりはこちらのファンヤンの方が規模的には大きいということです。で、ここの、ワンケンってですね、ワンケン、で実はこれクァンヤンだけじゃなくてですね、まあ、簡単に地図を書くと、まあ、こんな感じかな。ですね、あ、ここにそのポスコの工場あるとですね、ここがクァンヤンです。ここがクァンヤンで、ここに、港のヤードがあって、これは日本の神戸港と同じ規模だって言ってました。で、プサンのに、次ぐ第二の大きな港湾だって言ってました。そして、この横にこのハドンというのがあるんですね。ハドン、これはキョンサン道の方ですけども、ここがそのキョンサン道とチョルダ道の境界線ですけど、これハドンというのがあって、ここにも一つの開発地域があって、あ、もう一つはここにですね、イースンシン大橋というのがあるんですよ。ここは島ですけども、あとここにヨスです。ヨス、こっちに下の方がヨスです。そしてこっちがスンチョン、順天、そして、これがこれですね。で、カンヤンが真ん中にあって、そしてスンチョン、そしてハドン、ヨス、この4つの地域が一つのこのワンケンということで、経済自由特区、というか、まあ、区域庁と言ってますけれども、ここで一つのこのあれですね、例えば関税がかからないとか、
あのここに工場を作ったりとか投資すれば5年間は法人税はいらないですよとか、そういうインセンティブをね与えてるんですよね。そういう一つの特区があって、このクァンヤンのこの港湾ハノン、そして5年とか、あとここはもう、あとここがですね、韓国で一番大きな石油化学コンビナートがあるんですよ、ヨスンのところ。であとここのなんかゴルフ場とかのそのレジャーのそういうところとかですね。そういう感じ、ちょっとこれ、何箇所かに分かれてるんですけども、この港湾の域内で一つの自由経済特区をやっていきましょうっていう話なんですね、うん。であとこの工場地帯だけじゃなくてですね、このスンチョンとか言ったらこのマガンウプソンってあるんですね。これ何かというと、一つの村がこれ城壁に囲まれている村があるんです。まあ、簡単に言えば昔は民家がこう中に入ってるんですよね。これ一つのこれ昔の行政地域になって、まあ日本で言えば お代官さんがいたりとかですね。でそういうこの民族村みたいになっていて、このうちだったらここは陶器、ここは昔の手芸とか、なんか刺繍とか、いろんなこの中に分かれてるんですね。で、ここの中で何が、ね、ポイントかというと、城壁に囲まれていて、その端っこの方にですね、実は、チャングムの誓いの撮影セット場がこれ残ってるんですよね。うん、まあ、こういうのだったら皆さん、韓国ドラマ好きな、ね、女性たちはいいんじゃないかな、こういうところ。こういうのがこのスンチョンのこの辺にあるんですね。まあこういう感じで、この単なるそのじゃあ鉄鋼関係、そして石油化学関係の製造をする、まあ、一つの工業地帯でありながら、実はこの辺 の海の水ってきれいなので、海苔とかひじきとか、あと何なんだっけ、あのアワビとかそういうものが水産物も結構取れるんですね。そういうところなんですよ。あと日本人にとって気になるのは、まあ、地震による津波とかね、こう湾になってるのでやっぱりこれ大丈夫らしいですよ。津波がこの干渉して入ってこないように来られないようになっているとか、そういうこと言ってました。まあそういうところですね。この面白いのが、経済特区といっても自由区域といっても、釜山とかだと単なるこの港湾のヤードだけなんですけども、ここはすぐ近くに行く製造この一大拠点があるということなんですね。これが結構ポイントかなと思いますね。ただ日本人の中では、日本ではこのクァンヤンって皆さん知らされてないと思うんですね、意外と。まあ、もちろんこのヨスとかスンチョンというのはこの海洋博とかこの庭園お庭ですね、それ の万博をやったので有名ですけども、このクァンヤンというところは、まあ、知ってる人は知ってると、その製鉄所があるポスコのね、それ以外はよく知られてないということなので、まあ、こういう感じで私は今後は何をしていきたいかというと、まずはねこの観光でこの辺の地域を皆さんに知っていってほしいなということで、まあ、候補していきたいなと、候補していくつもりです。